はい、どうも、大悟です。というわけで今日もやっていきたいと思うんですが、本日のテーマはですね、5つ答えられたら天才、頭がの良さがわかるテストということで、噛みましたけど、やっていきたいと思います。やっぱね、よくね、頭の良さってね、何で決まるのっていうふうに言われるんですが、まあ一応ですね、ミシガン大学の研究によるとですね、これ結構ね、昔から頭の良さがですね、どうやって測るかっていうのって結構行われてきたんですけれども、頭の良い人って、違うものから共通点を見つけ出す能力が高かったりだとか、あとは一般常識とか、そういったみんなが信じているものに対して深く考えて、常識とは違うことをですね、見つける力だったりだとか、あとはセレンディピティといって、大量の情報から、こう、ひらめきを得るみたいな、そういうのがですね、得意というふうにですね、言われてきたわけなんですよ。で、心理学の世界だと、頭の良さを測るテストとして、この、いわゆるこう、共通点とか、あとは一般常識と違う目線でものを見るとか、たくさんの情報から、いい情報をピックアップする力、これを測る力として、RATと呼ばれてるですね、テストっていうのが実は考案されてまして、今日はそれを5つ、皆さんとやっていきたいと思いますので、ぜひですね、ちょっと考えながら、聞いていただければなというふうに思います。はい。これですね、RAT、別名というか日本語で言うと、遠隔性連想検査だったかな。はい。っていう言い方になってます。はい。これは何かっていうと、どれくらい、こう、共通点とかを見つけて、物事の見方を変えてアイディアを作れるかってことをですね、調べるテストなわけなんですよ。実際これで知性のレベルとか、ワーキングメモリーとか、拡散思考とか、よりいいアイディアを作る力とかが試せるわけなんですね。じゃあどういう風にするかっていうと、まさにですね、僕の弟がやっている謎解きみたいな問題なんですが、今日5個やっていきますので、ぜひ皆さん一緒に答えてみましょう。では、まずは1問目がこちらです。はい。青、虚、うつろって字ですね。あとは真実の真。はい。この三つ、今出てると思うんですが、の文字から、連想されること、この単語と共通していることをですね、考えてみてください。はい。どうでしょうか。まあ、これね、即答できるのがすごく重要なんで、まあ、もちろんゆっくり考えたい方は、ここで動画を止めながらやってもらってもいいですが、すぐ答え言っちゃいますね。いいですか？思いつきます？青、虚、真。はい。5、4、3、2、1。はい。共通点はですね、空という字です。はい。共通点は空という字ですね。はい。青空、曲、真空とね。はい。まあ、共通してますよね。こんな感じで見ていくわけなんですよ。では、続いての問題がこちら。出る、数、化けるっていう字ですね。はい。さあ、これらに共通する、言葉は何でしょうか。まあ、さっきみたいな感じで、共通する何かを答えてください。はい。5、4、3、2、1。はい、終了です。はい。これ何かというと、羽です。羽。はい。羽という字ですね。はい。なんで羽なのと思う方はちょっと考えてみてください。はい。羽っていう字ですね。では続いて3つ目の問題が、こちらになります。はい。魚、玉、無。はい。共通するが、言葉は何でしょうか。魚、玉、無ですね。ちょっと難しくなります。はい。5、4、3、2、1。はい、終了です。はい。思いつきました？これ、鉄砲っていう字ですね。はい。鉄砲部を、鉄砲玉、無鉄砲となるわけですね。はい。一文字とは言ってないですからね。はい。ここら辺も大事なんですよ。こう、発想の転換ができることが大事ってことですね。はい。では続いて4問目です。4問目はこちらです。はい。場、朝、砂。はい。共通する、概念は何でしょうか。はい。これも簡単ですよね。はい。もういいですかね。5、4、3、2、1。はい、終了です。風呂です。はい。風呂場、朝風呂、砂風呂ということですね。はい。じゃあ最後5問目です。これ分かったらちょっとすごいです。はい。これ分かったらすごいです。はい、こちらです。はい。1、重り、北。はい。1、重り、北です。はい。さあ、これらに共通するものは何でしょうか。はい。どうですかね。これちょっと難しいと思うんで、10秒カウントしましょうか。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、終了です。これ思いついたら結構すごいです。RAT の能力結構高いと思います。これね、上に青つけてください。ひらがなの青。そうすると全部懸命になります。
愛知、青森、秋田ということでね。はい。こういう感じの、まあ、RAT というのが得意な人は、やっぱり頭がいいってことが、言われてるんですよ。ね。だからやっぱ、こうやって、こう、物事をですね、こう、パッと思いつく能力って、結構重要なんだな、ということがわかるわけなんですね。はい。というわけでですね、まあ、一応今答えをお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。ちなみにこれ、じゃあ、この連想の能力を鍛えたら、天才になれるのかっていうと、そうとは限らないんですよね、これが。もともと得意な人がやっぱりいいんじゃないっていう話とかもあるので、なんとも言えないんですが、もし皆さんが天才を超えるような力というか、頭の良さを発揮したいんだったら、実は頭がいいだけでは人生の成功って決まらなくて、むしろ他人と違う目線でみんなが見てるものとか物事を見る能力、これクリティカルシンキングというふうに言うんですが、これを鍛えた方が多分成功します。凡人が天才を超えるためには、天才が生まれつき持ってない能力で勝負するしかなくて、その能力がクリティカルシンキングなわけなんですね。天才を超える唯一の能力と言われています。これをですね、身につけるための方法を今日の番組の概要欄の方からですね、見れるようになってます。ぜひですね、天才を超える唯一の方法、クリティカルシンキング入門という動画を、概要欄、またはですね、コメント欄とか、の方から見てみてください。インスタで見てる方は、プロフィールの方から D ラボ入っていただいて、クリティカルシンキングっていう風に調べると見えますんで、ぜひですね、それでも見てみてください。というわけで、続きは概要欄の方から、天才を超える唯一の方法、クリティカルシンキングの方でお会いしましょう。バイバーイ。